皆さん、こんにちは。あなたは今までに失敗したなと思う恋をした経験はありますか？例えば、好きになってはいけない人を好きになってしまったり、好きになりすぎて仕事も手につかなくなってしまったり、長い片思いに疲れてしまったりと、十人十色な経験があると思います。しかも、失敗したと思っても、時間が経つとまた似たようなタイプの人を好きになってしまったり、見た目、性格、声、年齢などの好みのタイプって簡単に変わらないものですから、その結果何度か同じような悔しい思いを繰り返してしまったという人も少なくないと思います。あなたの今までに悔しいと思った女性に関する体験を教えていただけませんか？あなたの味わった感情、経験が他の男性たちのこれからの貴重な参考データになります。ぜひコメント欄で教えてくださいね。今回の動画は、絶対に好きになってはいけない女性の特徴についてお話ししていきたいと思います。世の中にはいろんなタイプの女性がいます。そして悪い意味で表と裏の顔がある女性はとても危険だということを、より多くの男性に知ってもらいたいのです。あなたが今後そんな邪悪な女性を好きになってしまわないように、しっかり見極められるポイントをチェックしておきましょう。1.お金の話をしてくる。お金に絡んだ話をしてくる女性は本当におすすめできません。例えば、知り合ったばかりの段階ですぐにお金の話は普通ならしませんよね。もし初めから年収は？だとか、どんな車に乗ってるの？役職は？などの質問をしてくる女性は、明らかにあなたのお金と肩書きが目当てです。私の彼氏、会社の役員だよ。私将来社長夫人になっちゃうかも、なんていう自慢話をしたいだけなのです。そしてお金に興味がないという印象があるのに、仲良くなった段階でお金がなくてだとか、家族がお金に困ってて助けてあげたいんだけどという、お金で助けてアピールをしてきたら、これも間違いなくお金が目的です。なぜなら、本当に大切だと思っている人、本当に迷惑をかけたくない人、本当にこれからもずっと一緒にいたい人に、お金の愚痴は言ったとしても相談はしないのです。むしろ心配させないように、バレないように自分でどうにかしようと考えるもの。自分が困っている状況にあなたまで巻き込みたくないと感じるのが普通だからです。でも、とてもかわいそうに見えて優しいあなたなら、貸そうか？とつい言ってしまうこともあるかもしれませんね。女性は初めは断ります。それでも結局もらうなら、もう黄色信号です。あなたも女性のことが本気で好きで本気で守りたいなら、お金で解決させるのではなく、お金を得る方法を教えるだとか、一生懸命働いて稼いでいる女性の生活のケアに努めることが良いでしょう。たまにご飯を作ってあげたり、マッサージをしてあげたり、女性が頑張れる状況を作り出すお手伝いだけはしてあげましょう。それが本当の思いやりなのです。2、精神が不安定。心が不安定でネガティブな思考の女性はちょっと危険です。とはいえ、ホルモンの影響でイライラしてしまったり、辛いことがあった時に落ち込むことは女性なら誰でもありえますよ。基本が明るくて時々落ち込むのは普通のことです。でも、いつも笑顔がなく、人と接するのが辛くて落ち込んでいる様子しか見たことないと感じる女性は、あまりにもネガティブすぎだと判断されます。それは性格というよりも、少し精神を病んでしまっている病気である可能性もありますから、あなたがもしとても心配だと感じるのであれば、相談窓口や病院を紹介してあげることがおすすめです。精神が不安定すぎる女性と一緒にいると、あなたまで気持ちを病んでしまう可能性が非常に高いです。でも、たとえあなたまで気持ちを病んでしまっても、女性のせいだとは言えませんよね。そして、あなたの辛そうな状況を見て、女性自身は私のせいだと悩み、さらに気持ちは落ちていくのです。お互いに良いゴールがなかなか見えない関係になってしまいます。こういった女性との付き合い方は、まず専門家に相談するのが必須です。好きにならなければ幸いですが、もし好きになってしまった、好きな女性が心を病んでしまったという場合は、あなたは決して焦らずに、落ち着いて今後について考えましょう。3、人によって態度が全く違う。男性と女性だと全然態度が違うだとか、みんなのいるところでは悪口は言わないのに、二人きりになると言うという女性は意外と多いと感じます。
とても悲しいと思いますよね。そんな女性の一面を見せられるとガーンとショックを受けてしまうのは私だけではないはず。人によって態度をコロコロ変える女性は絶対好きになってほしくないと思います。でもそんな表向きの可愛さを装ってる女性ってモテる人であるとも言えるのです。なぜならモテる女性を演じているから。そんな女性に引っかかってほしくないと強く思います。どうやって見分ければいいと思いますよね。これはやはり1対1だと分かりにくいものなのです。あなたの前ではいい女を演じている女性も他の人の前では違うかもしれません。そこをチェックしましょう。周りの友達や同僚にさりげなく聞いてみたり、あなたの存在が知られないように女性が他の人と会話している場面をチェックできれば一番いいですね。いずれにせよ周りの人の助けが必要になります。なんだか僕にばかり優しくしてくれるな。僕のこと好きなのかなと少し気持ちがウキウキしてしまう時も、一旦冷静になって裏表がないか少し気にしてみましょう。裏表のある女性は自分を守るために裏と表を作っています。つまり結局自分が一番可愛いのです。何か不都合なことが起きた時、あなたに対してもバッサリ態度を変えてくる可能性があります。この子本当に同じ人かというショックをあなたには受けてほしくないと思いますから、どうか気をつけてくださいね。4、人の苦労をバカにする。人の苦しみがわからない、苦労を理解してくれないという女性とは一緒にいてはいけません。例えば、なんでそんな変な趣味があるの？と趣味を否定してくる女性。本来趣味は自由なものですから、人に迷惑をかけない限りはあれこれ言われる筋合いはありませんよね。その他にも、普通〇〇でしょう、違うなんておかしいと自分の基準に合わない人を全否定する女性もいます。違うことはおかしなことではなく、それはそれで理解してほしいと思いますよね。人の苦労や悲しみをバカにしたり見下してくる女性は、実は女性自身が恵まれない生活をしていた可能性もあります。普通痛みを知っていればそれが辛いことだとわかるはず。でも何か辛い経験で心が病んでしまって、相手にも同じように辛い態度をとってしまう人というのは必ずいるものです。でもそんな女性とわざわざ一緒にいる必要はありません。あなたも同じような考え方に引っ張られていってしまうかもしれないので、それだけは避けてほしいです。そのようなタイプの女性は同じようなタイプの男性と共鳴し合い付き合います。あなたにはぜひ他のもっと心がおおらかで考え方が広い女性と付き合ってほしいと願います。5、悲劇の自慢アピール。漫画やアニメ、ドラマでも必ず存在する悲劇のヒロイン。これは現実世界にも存在します。でもそれは悲劇のヒロインを演じたい女性がいるという意味なのです。つまり、かわいそうだな、助けてあげたいな、僕がそばにいてあげなきゃと思ってもらいたい女性がその演出をして状況を作り上げてしまうということです。こういった女性はいざ仲良くなっても、私の方が頑張っている、私の方が辛いのに、私に比べたらあなたの苦労なんて大したことないという姿勢を見せてくるでしょう。つまりあなたが辛い時や苦労している時に寄り添ってくれない可能性が高いので、本当におすすめできません。例えば、スポーツやりたいんだけど体が弱くてだとか、小さい頃は入院ばかりしていたからなどと弱い子アピールをする女性。他には、バイト5個掛け持ちしてたんだ、あの子とあの人が付き合えたのは私のおかげなどと個人的武勇伝をさりげなく話してくる女性。もちろんそれが事実である場合もあるし、嫌味を感じさせない言い方である場合もあると思います。でも周りからすると、そういった話をされてどう感じますか？大変だったねと言うしかないと思いませんか？つまり女性もその大変だったね、辛かったねという言葉をもらいたくて、わざわざアピールしてくるのです。いつもそういったアピールをしてくる女性は、私の方がというマウントを取りたがる気質があるので、一緒にいてもうどうでもいいよ、疲れるよと思ってしまう可能性も高く、そんな女性とは程よい距離を保っておくべきだと言えます。以上、絶対に好きになってはいけない女性の特徴についてご紹介しました。あなたが傷つかないために、
あなたが余計な時間とお金を無駄にしないためにも、たとえ一目惚れで好きになってしまっても、その後に見極める術を身につけましょう。恋は盲目と言いますが、あなたにはしっかり目を見開いて素敵な恋をしてほしいと願っています。そしてこのような邪悪な女性がこの世から一人でも減ってくれますように。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またいつでも見に来てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。